お、どうもこんばんははいご無沙汰してます おこんばんばは久しぶりですね今日後ろにこら満,満月がピカーンとこんばんは久しぶりですご無沙汰してました <laughs> ちょっと今日も 飲みながらピンクムーンピンクムーンブルームーンじゃないのはいどうも皆さん満月見えますかみや皆さんのとこから こどどん,どんこう時間とともにこっちにこっちの方にこう来ますよ。ええ外っていうかあのベランダベランダテラスです。自宅からこう。 こんな感じかないいですね気持ちいい,い,いんでちょっと気分よくてちょっとあのー、コロナの影響をもろに受けてあのなんてやることも多くてちょっと考える生き,生き方自体をもう,もう一度考え,考えることも多くて。 あの配信をちょっとこう慎んでたというかあまりあのやれなかったんですけどもど,どうなんですか皆さんのところは職場とかでコロナの影響って何かありますか どうなんですかね ?J リーグもないしうんなんか当初思ってたよりも影響があどうもお疲れ様ですその前に何してます今な,なんか北海道あ北海道 YFM 北海道ね最初にバッと広まって落ち着いてる感じですよねまあオンライン授業ね僕らも、あのーまあ、会社とかスタッフの会議は結構オンラインで、あのー、やってますね。 それぞれの自宅からとか。<laughs> なんか。結構ラインとかでね。あ、運送業界。買いだめ、影響。へえ。業務方ですか。ねえ。 まああの飲食業とかね半分に売り上げが下がるとか、まあ、営業がままならないとかそういうのよりはまだましかもわかんないですね忙しいのは。どう どこ東京の人とかおらへんのかな、まああ選手は、まあ、チーム練習なくて不安なのかなまあ選手結構やること明確やし ねうんまあコンディションとかもう一回一からやり直す感じで結構休みに入ってますけどね。ね感染身の回りで感染した人とかいるのかな ああ緊急事態宣言あ京都へ、えー京,ね、京都は何人ですか感染者まだ拡大あの感染拡大地域じゃなくて感染確認地域ですよね京都も。 えー、少ないなインバウンドでね海外の旅行者も多,か多いんでもうちょっと広まるというか感染が拡大すんのかなと予想もあったと思うんですけどうん運輸業界はえ寝る間もなく。 え人どっち感染者13人ぐらい145人ってどこどこなんやろ三重県が13人とか違ったっけなちょっと月を月を落ちたのかな 身近な人であのねえあ京都145人 <coughs> うんスーパームーンですこれ月です うん岡山13人まあ一日の感染者数が今日東京が144四したかなでも実際なんか検査が追いついてないようなことも聞きますけどねできない。 っていうので実際希望者にすべて検査もしできると何倍以下になるんじゃないかっていうことも聞きますけどね。こんばんは。うんまあ怖い怖いのは怖いですけどね外国の映像とか見てると相当はい。 ベラあのテラスから外というかテラスからですえ精神的に病んでしまうマスクを、えー、ガーゼもないのねえあんまり不安をもうでも え、予約2ヶ月待ちなのコロナ検査ほんならもう今出てる人数よりはるかに多いかもねそうなんですよどんどんこっちがあの背中の方がね南なんで、えー、こっちが右僕から見て右側が。 東なんでずーっと背中頭の後ろ通ってこっちの方西の方にそうやなシ c r 検査1ヶ月2ヶ月待ちかかれないなこれでちょっと身近なねあのところでもえー まあ元あのチームっていうか自分が作ったえーチームの子が大学生かでスペイン行っててでまあこんな状態なんで23日前に帰ってきたらしいんですけども成田ついてまあ本人曰くすごいやっぱこうひどい扱いというかうんひどいっていうのはまあ感染をしてる。 っていうことを前提に、えー、こう扱われるというかあのー、まあ本人からするとすごくなんやろうなうーんまあ,あのいい気分というかは全くしなくて、まあ、むしろ、うん、こんな扱われ方をするんだっていうような。 あの扱われ方をしたっていうことを聞いたんですけどまあでも仕方ないのかなその可能性があるところから帰ってきたらで今2週間成田のホテルでえまあ自主的にまあじ実家に帰るのも怖いんで自主的に2週間ホテルにいるみたいなんですけど。 えー、自主的に自粛感染,者感,染感染者数の1うーんねえまあでもなんかもうちょっとあの 先々週の3連休で結構緩んだ時に全国的にあのバッとこう外に出る人が増えてまああれから2週間ちょっとたってもうちょっと感染者がこう爆発的に増えるのかなっていうふうな予想があったと思うんですけどそっからするとね結構。 こう爆発的っていうことでもないのかなっていうふうに携帯でも <laughs> ねえ潔癖症になってちょうどいいかもわかんないねもうまあ手洗い手洗いとかまあうがいとか 消毒とかあの辺りはまあ習慣づいてええんちゃうんかな、まあ、でもん多分長くまあ来年も多分同じようなことになると思うし。 <laughs> 対策ですか基本的に家にいますよ対策外に出ない人に会わない、えー、出た時は僕もあの2月やったから2月の最初に、えー、ベルギーとか行ったんですけどその時も。 飛行機乗ってる間ずっとマスクして N95 のマスクを買ってで携帯で消毒できる携帯用のものを持ってですね うん、店入ってもテーブル拭いたり椅子拭いたりしてましたね外出る時は大体持たされますね奥さんに帰ってきたら手洗い <laughs> カサ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 にはなってないけどうーん ねえ日本もどこ北海道コンサドーリが給料返納っていうの選手が、えー、いくらかクラブに、まあ、戻すっていうようなことを初めて J リーグでもあのニュースになってましたけどね。 まあでもそういうのがなかなか大きい企業が丸がかえじゃないところはうんすごく厳しいんじゃないかなね自主返納してましたね終わりはないでしょうもう終わりなんかは多分ないと思うんで結局 うん、終わりはないんでもう付き合っていくしかないと思うんであとはどういうコロナウイルスがどういうタイプというかどういう系統のものかっていうのがどんどん情報として蓄積されたり、まあ、いろんな先生というかあの研究者の方が多分 論文や実験をされてそんなんがいくつも出て対処法が少しずつ定まってくるんじゃないかなと思うんですけどね。夏,夏もマスクするのうんねえ。 市民クラブは厳ししいでしょう、ね、まあ市民あとはえー、結構 J3 とか、まあ、J2 でも観客動員がそんなに多くないところっていうのは観客収入がそこまで多くないんで、うん、そういうところは大丈夫というかそんなに。 うんまあ、そんなななにってことないなでもやっぱりスポンサー企業もこれからえ収入源とか経営にあの判断をしないといけないような事情が出てくるとスポンサーが降り,降りるとかっていうのが出てくるとまた大きく変わってくるしあとやっぱ観客動員が多くてそこの観客収入が 割合が結構多いところそれをあの計画に見込んでるところっていうのは、えー、割合が多いところはかなり収入が立たないんでそれでプラスうんスポンサーもこう降りられたりとかって出てくると。 かなり厳ししいでしょうねだからあんまりこう観客動員があのところで収入の割合が多くないような J3 とかは意外にそんなに影響は大きくないんじゃないかなと <laughs> 割合の多いところでしょうね。メインスポンサーというか親会社がなくて。 うん、僕も喉の器官が弱いんで結構心配やけどねえまあ大手はねそんなにそんなにじゃないですか内部留保もあるやろしねえ打造マネーが。 これ世界的なんでねうんサンガも新スタジアムね期待してたところだいぶやっぱりその辺で見込みがね見込み違いが出てくるんでその辺のあれその辺りのお なんか間違えてシュン18さんのメッセージを削除してしもたかなちょっと間違えました <laughs> ごめんなさい3 0 0百秒間のタイムアウト措置を受けましたってごめんなさいシュン18さん間違えてボタンを押してしもたあの内容によって押したわけじゃないんで すいませんワールドカップねヨーロッパ選手権もなくなったんじゃないかな今日何話しようと思ってんななんか今回の一件というかこの一件で本当に生き方を改めてこう 考え直すまあ機会になってるなっていうふうに感じるんですけどどうですかとかまあ生きていくためにこのまあ社会で必要なこととか大切なこととかまあそうでもないこととか月が。 思いやりねえ J リーグ楽しみにしててんけどな地域で言うとね皆さん J リーグばっかりですよね地域のことあんま分かんないでしょそうですね安心安全保障まあそんなものそもそもないんですけどね そもそも地域のことちなみにあの社会人はあの天皇杯の予選とかが県の中で社会人チームは社会人チャンピオンを決めたり高校生は高校生の新人戦でチャンピオンを決めたり大学も大学の中でチャンピオンを決めて。 で、えー、それぞれのカテゴリーのチャンピオン同士が、えー、最後、えー、三重県の,その天皇杯代表を決める大会をやるんですけども、まあ、それ多分全国的に全部なくなったんで、あのー、何で決めるかって抽選なんですよね。結構アアマチュア多くて 国体も、えーまあ、雷とかえ結構あのいきなりこう中断されるとかねそういうタイミングがあるんですけどそうなんですよ、えー、大会規定にねそういうので中断であの再試合ができない。で基本的に うーん再試合をするっていう方向性でレギュレーションを組まれてるっていうよりは、まあ、働いてる方が多かったりスケジュールが取れないっていうのが基本にあるんで基本的には、えー、もう抽選で勝敗を決めるっていうようなのが、まあ、すぐに出てくる案。 なんでですすよねね、うん、そうですね三重県は <coughs> ああ伊勢志摩も、えー、社会人選手権社会人の大会には一応三重県代表として、えー、東海大会に出れるんですけど実績から。えー 天皇杯の代表っていうのは三重県はそうですね JFL の2チームがから、まあ、どっちがどうなんのかはまあその辺もねどういうふうに決まるかっていうのがやっぱり不透明であと政治力サッカー強化の中で、えー どちらのチームのー関係者が何人入ってるかで多分変わってくると思うんですけどねだからその辺りの利害というかあ決裁権があるところと現場のそういう利害関係があるところがしっかり住み分けできてる組織づくりになってないんで。 <laughs> JFL 今強いのどっちなんやろう今去年の順位はねビアティンのが上やったんで合同チーム案はないんじゃないですかうん まあ、結構結構あの納得できないような、まあ、レギュレーションも、えー、大会規則というかそういうのもうあまりこう不,不足に準じた内容になってないというか。 うんまあその辺りのこう仕組みも本当にこう改善の余地は多くあるなっていうふうには感じますけどね。うん。「トリニティと対戦」<coughs> コスモ四日市。 <laughs> はい休んでください明日仕事頑張ってくださいテンテンさんおやすみなさいちょっとまあどうなんやろうな、まあ、こういう危機,危機的な時って、まあ、しっかりとこう対策して 成長できたり、えー、この機会を生かせられる人と、まあ、恐れおののいてうん、まあ、自粛と同時にいろんなあのやれることも停止してしまうと成長がないと思うんで、まあ、自粛で、えー、人と接触する やっぱ適切に何をどのように自粛をするのかとか何を減らすことで感染リスクを減らす下げるかっていうところがやっぱこう自己判断でやっていかないと自分も危険になったりその周りの家族も危険になったりするんでそれが分からなくて。 行動しなくてまあ何も学ぶものがないっていうのはちょっともったいないなと思うんで、うん、まああまり自分が感染するうことはないだろうって安易に考えていろんなねところに出てくっていうのはまた違うとは思うんですけど、うん、まあ,あの成長できる。 進化の時かなとは思いますよね今こういうあの不足のことが起こるっていうことを前提にいろんな仕組みができていく、まあ、こういうことがあったとしてもどうやって、えーまあ、社会を機能させながらあ、まあ、仕事もして、まあ、家族とも。 仲間とも楽しく過ごしていけるかっていうのを、うん、まあいろんな仕組みが考え方が価値観が変われば、まあ、それが仕組みに変わっていかないと、えー、そうですねまあ なかなか精神的に豊かになれないと思うんでぜひ生かしたいですよねあ,あ自衛ね緊急事態宣言で暇になった。<coughs> えー、仕事取られるんやねえ、まあ、僕もうちも企業なんであのー、借り入れはしますよみんな健康が一番 私専門家もえうんねえしっかりね今言われてるのはやっぱり人と接する機会を8割 さだまあうんですよよね意識によってで量が減る機会が減るってことはまあ仕事の質を高め,高めないとならないっていうことにつながってくると思うんでやっぱこう質が問われるのかなと。 <laughs> マスクのストックあるのねマスクありますようんまあ一律10万 一律十万って、どういうこと。<laughs> 一律十万か。まあ、でも、救済措置というか。やっぱ、そういう。ものに。 やっぱこう依存しない人生設計をしとく必要はありますよね。うんまあでも意識じゃないですかね。あの接触をしないその社会的距離を保ってで自分もまあ移す可能性もあるんで。 うんうんねもう前向きにやるしかないんでね当てにしなくていいでしょう給付金とかまあでも事業をね僕もしてるんで あのー、無担保無利子のやっぱりお金を借りられるっていうのは非常にありがたいですけどね。<laughs> 無駄なしで,しで返済めど、まあ、事業がいつから再開できて収入のねめどが立たないと借り入れしても返済できないんで。 えつらいです1ヶ月前からほぼ会社休業へえ1ヶ月前から休業大変ですねそれまあもう個人で個人であの稼げることを考えた方がいいですよ <laughs> 次は何されるんですか監督はされないんですか次ね監督ねえああありがとうございます今そやなまあでも自分でやっぱりなんかね監督やるにしてもその 何でもそうやと思うんですけどあのうん政治家の人もそうやし、うん、そのやっぱりこうなんていうの社会的にというか社会的にいい判断をしていく立場の人っていうの良い判断あのをまあ忖度とかっていうこととか あとお金を出してもらっている人、まあ、株主に有利に働くとかそういうことじゃなくて、えー、純粋にやっぱりより良くなるための判断をするためにはやっぱこう依存してたらダメですよね収入を。自分でやっぱりまず 収入がしっっかりあってで、えーまあ、監督をやるにしてもうんその考えを自分の考えとかそういうものが、うん、まあはっきり言えないとやっぱりあのそこで変わってしまうとダメかなと思いますけどね。<laughs> えピカイチああ監督としての GM でチームをつるなく地域と,とはいありがとうございます<笑>ああ<笑>ええちょっと月を。 満月を映したかったんではいちょっとあのしっかり勉強新たに勉強してやりたいことができたんでえ風間八尋さんうんはい期待してください。 うん、10年も必要かなまあ10年以内にサッカー興味なかったんですが一度さんを知ってサッカーを見るああありがとうございますよかったサッカーでもいいですよサッカーの今やっぱりこうサッカーのというかうん何やろうな 1+1 は2っていうことではない発想の仕方まあ人がこう連想したり創造性を持っているようなところっていうのは、まあ、サッカーっていうのは結構そういうところが問われるんで面白いと思いますね。まあ、それれががが創造性だけが求められると確かなものが まあロジックというかしっかりした根拠がないとまたあのー、うん面白みも半減すると思うんですけど <laughs> あ,あマリノスの試合。<laughs> えー、銭湯活躍してるんやねえまた銭湯くん銭湯くん伊勢にも遊びに来てください落ち着いたらコミュニケーション自己主張力ねえ当たり前にならないとねそういうのが自己主張が 日本の中では多分世界的で見ると自己主張っていうのがこうベーシックというか、うん、普通でしょっていうような自己主張でも日本ではどちらかというとなんかうるさい人やなっていうふうにとらわれがちになることが多いかな言わない人が多いんで。うん、で会議という名の。 もう決まりごと会,議、まあ、会議の定義もまた難しいんやけどな議論ができないんだよねねサポーターの人たちも結構これまた再開したらすごく盛り上がるんじゃないかな試合数は少なくなるかも分からんけど。 盛り上がりが <laughs> 動画手洗い動画ねいいでしょう硬いしぎこちないし <laughs> 手洗い動画ちょっともうちょっとしっかりやってほしいな。 そんなところですかね、まあ、でも良い機会まあ,あの大変な人もいるけど J2 に上がった伊勢志摩の監督 <laughs> 36歳の銭湯はもういいんじゃないかなあ,あ前者今年三重県なんよなそうそうそう。 一日の感染者数が500人超えって今日過去最高に多いんかなねえ再開したらみんな感慨深いでしょうねぜひあの全社三重県で開催で来年が国体なんですよ三重県が。 なんで、あので、ー、ぜひ全社開催された時には来てください社会人の全国大会うんまあその爆発させられるところまでちょっと温存して JFL 奨学ねあんのかな じゃあこの月がこの辺に来たら終わりますかこの辺に何 <laughs> かありますか他に前者はいユ <laughs> に買っちゃったし中断期間人によって違いがあると思いますが毎日あれは。 え何日あればトップコンディションうーんトップコンディションに持ってくにはもう一回ね1週間とか10日とか休んでもう一回上げてくんででも一回ね上げてるからで選手らも個々でそれなりのことはやってると思うんで。 まあリーグ戦が始まってから最終的には上がっていくとは思うんやけどまあでも J リーグ再開2週間3週間ぐらい準備してで試合シーズンが始まって徐々に上がっていくんじゃないんかな。から1ヶ月半ぐらいは。 少ななくてもかかかんちゃうかなまあ、コンディションだけねやっぱチームプレーなんでチームでするサッカーに対するコンディションっていうのはやっぱ時間かかるでしょうね。まあ1人だけのコンディションっていうのはあの上げられるかもわからんけど <laughs> 1>, 1ヶ月もあれば。<laughs> JFL4 位以内の100年高速クラブ。 上がりそうゆうに,にえさん注文もなく観客で、ね、うんあらねえまあちょっといろいろ。 本当流動的なんでまあしっかり準備してこれをあれいい機会としていい機会というか、あのー、しっかりやってやってたところにしかチャンスはないと思うんで <laughs> えー、5週間誰のように勝ったと思いますか 知りませんはい終わりましょうか満月いいですね寒いけど気持ちいいな まあ、自粛自粛しつつも脳みそと準備は <laughs> 活発にしてまああのこの今の状態が収束して元に戻るっていうことなんていうのはもうないと思うんで寒いですちょっと。<laughs> ちょっと寒いですあの元の世界に戻るっていうことはないと思うしあのそれはいいっていうことではないと思うんでやっぱりこういうウイルスっていうのは、まあ、常にあることやと思うんで,でまた違うものがまた出てくるっていうところにまあ人は住んでると思うんでやっぱそこはうまく。 付き合っていくっていうのがこれから大事かなとライブ配信は自粛してますしますまたあのはいライブ配信は自粛で風邪ひかないでちょっと新たなまたあの成長 遂げたいなと思ってますんで皆さんも前向きに行きましょう。で、えー、自粛っていうのがよくないかも分かんないけどしっかり生き方考えて、えーまあ、社会的に今ねあ十11時あそう。まあこの 基準の中で活躍してじ、あのー、自分もその周りの人も幸せに生きられるようなことを考えて、まあ、やっていくしかないですよね。まあ、これまでもリスク何も多分変わってないと思うんで。 できることを発見しててやってますいいですねそうしていきましょうじゃあ蚊が寝ますかでははい皆さん元気に活躍して過ごしましょう自粛してうん 進化していきましょうはーいではおやすみなさいまたおやすみ